はいどうも皆様、じゃあミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと夢訪問やっていこうかなと思うんですけれども、今回訪れさせていただく村はですね、とりあえず、夢番地指定していきましょう。ちょっとね、秋っぽいところに行きたいなと思いまして、2D000058 の D5 を7F になっておりますということで、今回訪れさせていただく村はリノ村になっております。早速やっていきましょうか。さあ、というわけでやってまいりましたリノ村ですね。もみじが綺麗ですね。夢の世界へようこそ。あなたは今リノという村の夢を見ていらっしゃるのよということで、早速行っていきたいなと思います。そろそろもみじの季節ということでですね、ちょっと訪れたいなと思いまして、リノ村やっていくんですけれども、まずはここから入っていこうかなと思います。家もありながら、ゆっくりとやっていきましょうか。ここは鶏がたくさんいるので、養鶏場。豚がいるところって何て言うんだろう。普通に豚小屋なのかな。おしゃれじゃないよね、豚小屋だったら。なんかあるのかな。さて、右の部屋にやってまいりましたが、ここ豚さんいっぱいいますもんね。豚小屋なんだろう。やっぱ豚小屋しかないのかな。鳥だったら養鶏場ってちょっとおしゃれな名前ついてるけど、あそこだけめっちゃレアな豚さんいますね。なんかすごい高級そう。さて、上の部屋にやってまいりましたが、ここも豚小屋ですね。なぜか。これ餌なのかな、このタケノコは。で、豚さん、さっきとはちょっと違う、青色ではなく赤色の豚さんが現れましたね。あの2人を合わさったら結構いいものができたりするのかもしれない。肥料とか置いてあるのにね。さて、上の部屋にやってまいりましたが、めっちゃおしゃれ。すっごいおしゃれでびっくりした。上こんな感じだったんだ。なんか餌とかいろいろ置いてあるのかなって思ったけど、ここの住んでる人なのかな。なんか下から豚小屋の匂いとか大丈夫なのかな。さて、というわけでですね、1軒目お邪魔させていただいたわけなんですけれども、ちょっとどういう感じでいこうか。カオルさん、君ってほんと可愛いね。ときめきそうときめきそうですね。さて、そうだな、こういう順番でいきましょうか。そうだな、レイさん、司さん、泉さんで最後にR パーカーズの方面に行ってって感じにしたいなと思います。すごくないこれ。きれい、秋っぽい、いいですね。じゃあまずはこちらからお邪魔させていただきましょうか。我が輩、昼間は苦手じゃのう。吸血鬼系の方なのかな。家もそれっぽいよね。うおし、なんか吸血鬼っぽいところ来たぞ。屋敷みたいなところ。さっきの豚小屋養鶏所と打って変わって急に洋風な館になりましたね。まずは右の部屋。ここはお食事するところ。高級すぎないか。びっくりした。全然世界観が違った。秋風だから結構日本の和風チックに作られてんのかなって思ったけど、普通にヴァンパイアのお屋敷ですね。上の部屋にやってまいりましたが、うわー、よくあるアニメとかでよく見るやつで、ここで会議とかするのかな、吸血鬼同士で。で、ベッドか。うわー、おしゃれ。どこの部屋もおしゃれですね。シンメトリーになってると思ったらそうではなさそうですな。おお、なんか王様気分になれますね、ここ座ってるだけで。うわー、いいなー。そういうポジションに人生で一回はついてみたいものですね。来世に期待。さて、左の部屋にやってまいりました。ここはピアノ教室かな。紫色のバラで統一されてるけど、ちょっと悲しい BGM が流れている。ピアノか。でもヴァンパイアの部屋とかよくあるよね。そういうストーリーで作られてるんだ。さて、上の部屋にやってまいりましたが、ギター、また急に変わりましたね。ギターでも防音室になってるもんね。壁とか。あのヴァンパイアの人、ギターが趣味なのかな。まあ人の趣味はそれぞれなんでね、何も言えないんですけれども、ギターなんだね。なんか人の血を吸うことばっかり考えてんのかなって思ったけど、ほとんどギターに費やしてそうなイメージがここで持てますね。最後に下の部屋にやってまいりました。吸血鬼っぽいなここに来て。ひえー。ここにも骸骨あるし、ここの中にも骸骨あるんですよね。ふむふむ。こういうタイプの人なのか。よくお前、あの骸骨から察したな。なかなかすごいんじゃない？それ一つの才能だよ。これつけたら明るくなるけど、余計に紫色で怖くなったかもしんない。お墓か。よしというわけで、2軒目もお邪魔させていただいたんですけれども、マジで屋敷みたいな感じになってますね。ただ、上の部屋だけがなぜかギターの趣味の空間っていう、ちょっとヴァンパイアのお茶目な一面を見ることができたわけなんだけれども、このまま行きましょうか。ちなみに住民がドレミ、ナディア、トムソン、タケル、ペーター、ナタリー、ジェシカ、ネルソン、チェルシー、ブルース。すっげえいい住民揃ってますね。どうしようか。こっちから行くか。先にこっちから行きましょうか。せっかく道がつながってるので、こっちから行きまして、ここですね。僕は女子ではありませんから、すっごいピンク色だけど、めちゃくちゃピンク色だけど、でも男の子の服装っぽいけどね。入ってみましょう。何か女子ってことを隠さなければならない理由があるのかもしれませんね。まあ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 、そういった話にはなるべく伏せておくようにしておきましょう。というわけでお邪魔させていただくわけなんですけれども、なんかすごい探偵事務所っぽいところに通されましたね。四つ葉のクローバーとか書類とかは結構出しっぱなしになってるわけなんですけれども、まずは左の部屋から行きましょうか。上と右側がないので、こっちから行きます。こんにちは、お邪魔します。うわ、地球儀だ。いいやつ。すっごいな。相当頭のいい博士なのかもしれない。旅行用のカバンとか置いてある。結構旅行が好きなのかもしれませんね。こういう自分のいつも座ってる定位置の近くにあるってことは。で、本棚もちょっと入りきらなかったのかな。この本棚にはちょっともうあと2、3冊しか入らないからね。こうなってくると、まあ、出しっぱになるんじゃないでしょうか。わ、書類ケースとかもいっぱいありますね。でも部屋にこういう台車を置いてるのは珍しいかもしれない。魔法のランプ。さて、最後に上の部屋にやってまいりましたが、どこの部屋も本棚でいっぱいですね。わ、海外のやつだ。海外家具多いな、さっきから。結構見かけるわけなんだけれども、ベッド。なんか、日が当たってめちゃくちゃ眩しそう、ここ。結構直撃するな。逆側で寝たい感じがする。でもここでレコードで曲聴きながら、いい感じに寝れそうですね。カーテン欲しいよな、飛び森って。なんかハッピーホームデザイナーだったらカーテンあるんだけど、飛び森も欲しかったよな。アップデートしたタイミングでつけてくれたらなと思ったりもしました。さて、3軒目もお邪魔させていただいたわけなんですけれども、じゃ最後にですね、泉さんのところに、お邪魔させていただこうかなと思います。やっぱり探偵事務所だったんだ。ここから下に行って、探偵事務所から泉さんのところに行きましょう。ここですね。なんか、後ろにいらっしゃったくない今。違うわ。トムソン。お邪魔します。犬カフェかな？犬がたくさんいますね。うわ、この家具珍しくない？サンマ食べたい！サンマ食べたいだった。いいですね。これ、なんて家具？俺この家具初めて見た。すげえ。このティーカップの中身もあれじゃない？リメイクされてるんじゃない？こんな色のやつあったっけな。すっげえおしゃれに作られてますね。じゃあちょっそうだな、右側から行きますか。こっちは散髪屋さんなのかな、美容院なのかもしれない。さて、右側にお邪魔させていただきましたが、犬カフェなのかな、それとも普通に自宅で飼ってる犬なのか、どっちかは分かりませんが、すごいたくさんいますね。ここの部屋だけでも3匹いるわけなんですけれども、普通にキッチンっぽいよね。住みながらって感じなのか。もうちょっと詳しく見てみましょう。だってここの部屋すごくない ?2、4、5。5匹いるんだよ。で、さっきの部屋に3匹いたでしょ。8匹。すごいな。なんか猫カフェとか犬カフェとか歌いながらも、結局なんかその実際行ってみたら5匹ぐらいしかいなくって、その中でお客さん10人ぐらいいて、なんか全然犬こっち来ねえみたいなこともあるんだけど、ここ犬カフェで作ってるんだったらすごいけどね。でもなんか普通にそういうところではなさそうですよね、見た感じ。ここに私服とかたくさん置いてあるので。ここの部屋だけで何匹いる ?4 匹もいるからな。相当ワンちゃんいっぱいいますよね。で、コーギーだ。プーギーだっけ。さて、左の部屋にやってまいりましたが、ペットサロンか。ペットサロンなんじゃない？なんか人の髪とかじゃないよね。なんかワンちゃんのあれっぽくない？多分そうだと思います。ワンちゃん乗ってるもんな。やっぱペットサロンって感じなんだね。よーし、上の部屋にやってまいりましたが、来ましたね、ドッグカフェ。3匹ここにいるわけなんだけれども、すっげえワンちゃんと一緒に楽しめるじゃん。ピザとか置いてある。なるべくワンちゃんに食べさせないようにしないとダメですね。ひー、めっちゃおしゃれ。あ、でも3匹どころじゃない、上にいた4匹いますね。わー、ワンちゃんってもどうだろう。なんか猫カフェって結構猫寄ってきたりするんだけど、あんまり俺犬カフェって行ったことがなくって、どうなんだろう、寄ってきてくれたりするのかな。すげえ、一回行ってみたいね。うおー、ごめんよ、5匹だね。最後に下の部屋にやってまいりましたが、なんかワンちゃん関連の何かかなって思ったけど、全然違う。なぜかここにマスターソードが刺さっている。謎すぎる。すげえ。まさか、お客さんも自分が通ってるペットショップの下にマスターソード刺さってるなんて。まあ、思わんな。思わんわ。一回もそんなこと俺考えたことねえわ。いや、もしかしたらね。みんなが行くゲームセンターとかゲームショップとかペットサロンとかレストランの地下にマスターソードが刺さってる可能性もあるかもしれません。はい、というわけで今回はリノ村にお邪魔させていただいたわけなんですけれども、最後にですね、Rパーカーズの後ろあたりくるっと一周しましょうか。こんな感じです。というわけでですね、今回訪れさせていただいたリノ村なんですが、うわー、石、これ壊せなかったんだろうな。うまいことこう作られてるけど、俺これ潰したくてしょうがなかったと思う。なんとかアップデートで石壊せるようになったらよかったのにね。こういうの、ここ休憩所か、バス停乗り場なのかもしれない。トトロとか出てきそうで、最後に夢番地載せておきましょうか。2D00 の 0058B57F になっておりますということで、この秋絶対に着てみてほしいなと思います。今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。